めっちゃ美味しそうなんだけど、これはダメだ、勝ってしまった、優勝してしまった。あ、私の、私のね、ちょっと待ってね、やばいやばいよ、どうしよう。美味しそう、これはもう保存用に取ります。はい、チーズカシャ、あんたまち、え、やばくない？ちょっと待って、美味しそう。猫キャットさん、うま、ありがとうございます。ニコラスさん、ハートありがとうございます。はっ、見て、やばくない？すごい、美味しそう。あ、めっちゃいい匂いする。はぁ、食べます。どうして食べんのこれ、あーっていくとど、ありがとうございます。うん、うん、なん、こんな幸せあり。うん、めっちゃ美味しいわ。困った、美味しすぎて。猫キャットさん、 GG、 いいね、ありがとうございます。高秀さん、ハートありがとうございます。猫キャットさん、お疲れもありがとうございます。めっちゃ美味しい。うん、うん、うん、本当にやばい、めっちゃ美味しいねんけど。同じ学年のエキストリングの人があった。え、そんなでもないと思うけど。そんな人4回くらいじゃない全部で。うん、これ問題はさ、咀嚼中喋る人が私しかいないから、私喋れなかったら困るくない？ニコラスさん、チョコありがとうございます。ゆかりさん、お疲れありがとうございます。くす玉もありがとうございます。めっちゃ美味しいんですけど、どうしたらいいんでしょうかね、これは本当に。ひたすら食べる配信やばくない？そんなわけないやろ。純粋に考えて、私が最低15分間永遠に物を食べる配信はちょっと見てて地獄じゃない？普通にまずこれ食べてから話すっていうだけ。あとこういう風に食べてる間、食べてない時は話してますやん。見りゃわかるやん。ニコラスさん、お疲れありがとうございます。皆さん、あの、ちょっと感想打っててください、オレンジの。あ、めっちゃ歯が痛い。知覚過敏なんですよ、私は。すごく、皆さんが
ぜひコメント打っていただいて、皆さんそれをこういうショートケーキの匂いがすごいするこれをこういう口を開けるタイミングで拾うって感じです。すごいショートケーキの匂いする手があ、ショートケーキ。それで取れそうならなかった。安全でしたね、全然元気でした。取り最高やった。え、それな、超達成感ある、めっちゃ。今日の声見てさらに若にゃんのスキードが増しましたかな。ありがとうございます。アンコール神だった。法定速度と優越感溢れていいね。ありがとうございます。私も大好きだから法定速度と優越感、もうめっちゃ嬉しかった。もう法定速度よっしゃーみたいな感じで超嬉しかったです。欲望も難しかった、難しかったですね。タイミングが、サビが難しかった。一瞬天文部ないのかと思った。あるんだなね。でも思うよな、ペラも変わったんかなって見たらみんな一回思うよな。欲望もなんかかっこよかったよ。嬉しい、ありがとうございます。そう、あそこ1サビくるみと向き合って踊ってたんですけど、リハっていうか2人で練習したんですけど、昨日その時はもうずっとなんかこう胸をこうやって打つ時になんかね、ちょっと吹かしてこういう風にしながらこのやってるシーンなんですけど、この時にずっと2人でハート作りながらウェイウェイってやってたけど、本番はめっちゃ真面目にこうやりました。じゃこれで待ってる時もそれまでずっともうこうやってノリノリだったんだけど、もう本番はちゃんとめっちゃ真面目にやってました。よかった、チョケなくて二人とも。どっちかチョケたらおっと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 なるからさ、もうほんとめっちゃ真面目にやったけど、めっちゃ真面目にやりました。もう最近の私は本当に不思議者だったと思います。なんか移動するために乗り物に乗ってる時とかもうずっと一人でこの欲望をずっとこうやってやって練習してこのずっとねやってたから、変な人って思われて、変な人って思われてあって、会ったのオレンジ服のメンバーくらいだから別に変な人って思われないけど、それをね私がもし街中でやってたら変な人だったんじゃないかなと思いますね。ダンスも音も表情も全てパワーアップした、ありがとうございます。嬉しい、みんなすごいたくさん褒めてくれる。そう、なんか社長さんが見てくださってたらしくて、配信公演、あ、配信っていうか公演を見に来てくださってて、すごい褒めていただきました。照れ、私褒められるとちょっと照れちゃうタイプの人なんですよね。サジを投げるののスタンドマイクかっこよかった。え、それなー、すごいあれも難しくて、なんかね、でもスタンドマイクってかっこいいじゃないですか、だから楽しかったです。森翔さん、ミラーボールありがとうございます。かっこいい顔と笑顔のギャップがあった。ありがとうございます。猫キャットさん、ライフハートもありがとうございます。ハートもありがとうございます。ダルマもありがとうございます。若にはダンスめっちゃ上手ってるね。本当ですか？ありがとうございます。サジオ投げるののソラパーソとハモリの方が、ハモリって私分かりました。すごいね。私は、サビの諦めてしまうなんてまだ早すぎるのところをハモってたんですけど。そうなんです。難しくてもう何回もあのボイトレの先生のやつをこうやって聞きながら、こっちにボイトレ、こっちに音源って感じで、あの CD のさあれじゃないですか、 CD の音源とこっち聞いて、こっちにボイトレの先生聞きながらずっとうーんって言いながら練習したんですよ。そう、それも緊張しました。すごいかっこよくキメキメで
張ったの。だがさ、苦手だからすごい口に物つけてたの、喋ってた。恥ずかしいんだけど、全然食べようってないしね。ふきふき定点で見せたけど本当よかった、ありがとうございます。猫キャットさんもらありがとうございます。ほらちゃんがテンション全開で語ってて泣けたよ。もう本当にもうなんていうかね、もう誇らしいです、自分の子供のよ、あの公演自体が。もうメイクでドキドキしてました。あらーあらー、個人的今日一番大事なのは5万人は聞けたことです。いや公演はね聞けるものですから、逆に公演しか聞けない、だから公演のない期間はね、まあ、一生聞けなかったわけですけど、公演でないとやらない、ほんまにやらんもん私。あのもう本当にちゃんとあの台本に書いてない限りじゃないです。台本にあの挨拶をするって書いてあったらしますけど、いくらなんでも。それ以外はもう本当に私握手会でも拒否するんですよ。ごめんね、握手会であのちょっとみんなやってよってちょっと挨拶したよみたいな感じで来ても、あそれはあの公園に見に来てねって私が言うので、マジ本当にあの公園でしかやらないですね。ニコラスさん、流れ星ありがとうございます。ダーさん、尊いありがとうございます。流しながらでいきなりウィング着てられました。あらーあらー、ちょっとね大人な感じをちょっと目指してる私でございます。昨日くるみといろいろやったんですよ、練習してここはこうしようとか話して楽しかったですね。公園見に来てねって言われたい、すごいややこしいんですけど、私握手会に来て私に挨拶してって言うと公園見に来てねって言われます。ややこしいですね、すいません。だからすごいややこしいですね。公園見に来てねって言われたかったら握手会に来て私にあのこう挨拶してって言ってくださいややこしくない、まずミッション段階こうやって踏んでいかないと聞けないんだけど、そうショールームでは見らないって言います。でも楽しかった、ほんまにこんな楽しくていいんでしょうかって感じです。ありがとうございます、ありがとうございます。でもすごいめっちゃ緊張して、最初はね始まったらねあの自己紹介見せても話したけど全然なんかもうわーって感じだったんだけど、あのでもなんかねめっちゃ歌が不安で、あの何回も聞きました、大丈夫でしたかねって心配屋さん、大丈夫でしたかね私って聞いて、そうソロパートがね難しいんですよね。なんだ なんだこれ、なんだこれ、あざだあざができてた、私絶対踏んじゃったんだろうな、そうだ私今日一回自分の足踏んでるんだよねスタンドマイクを取りに行くときにあのなんか急いでたの、そしたら間違えて自分の足踏んじゃってドドドドってなりながらスタンドマイク取りに行ったんですよ。その時にできちゃったのかな、かわいそうに。これからもっとワカニャのこと好きになる気しかしてない、おお。それは大王ですね。久しぶりの七色コーナーでかまいしたね、そうだねパワーアップしたでしょもともとね大好きなんですけど、オレンジのセトリさらにパワーアップしちまいましたよ。他のチームもすごく楽しみにしてください皆さん。難しいです。79日です。ありがとうございます。ガンガンに口の中に物が入ってました。すいません。79日、皆さんありがとうございます。待って、あと一口で食べれへんと思うから二口で食べよう。
今日も炭酸も飲んじゃいますから弱い、音が弱い。美味しかった、ごちそうさまでした。はい、皆さん76日ありがとうございます。ちょっと読みますね。猫毛畑さん、祝ありがとうございます。質問読まれて命の時まずさせてしまってすみませんでした。だいぶネタですから全然あれはネタです。でも2人で行くのちょっと勇気いるよね。2人きりって結構頑張らないとさってやんないと難しいよな。東雲さん、祝ありがとうございます。ニコラスさんも祝ありがとうございます。ニコキャットさん、拍手ありがとうございます。ニコラスさんも拍手ありがとうございます。ニシプーさん、祝ありがとうございます。チェンさん、拍手ありがとうございます。博多の細麺さん、バラありがとうございます。そういえばクルミタンとレッスンよさねさん、そうなの、リハの日と今日おそろにしたリハの日たまたまね似てて、なんかお揃いにしよっかって写真撮ろっかって話したのに撮り忘れちゃいました。また可愛いでしょ、うちら、うちら本当に可愛くない。だからお揃いって同じもの持ってないから、なんかわかるかな、私今日こういうなんか黒いこうぴったりした T シャツっていうのを決めてたの。可愛いでしょこれ、起きるしですよ、可愛いんですけど、めっちゃ全然あ撮ってません大阪のターザさん、ブラボーありがとうございます。ヤシタンさん、可愛いありがとうございます。そう撮れなかったですね、でも可愛いからよしです。よし、ネコキャットさん、可愛いありがとうございます。 T シャツめっちゃ可愛い、え、でしょ、このウサギさんがいるんですよ、かわいい。なこさんが着てた気がします、白かな。これはね前回のあれで買いました。うんちょっと待ってね。でもめっちゃさ可愛いから幸せですよ。珍しいウサギだね。え、ほんまに普通じゃない、結構可愛い、可愛い、可愛いものです。ネコキャットさん、かわいいありがとうございます。ニコラスさんもかわいいありがとうございます。ネコキャットさん、ライフハートありがとうございます。アルカイさん、祝ありがとうございます。レオ熊本さん、かわいいありがとうございます。アルカイさん、お疲れありがとうございます。そうなんですよ、ちょっとかわいすぎだよね服も。はあ、楽しかった。本当にめっちゃね、なんか達成感っていうんですか、達成感といえばいいのでしょうか。もうすごいね、もうはぁってなって終わった時にもう終わったーってなるくらいめっちゃ、なんていうか、なんなのこれ、どういう続いなね、 KIRSH か、 KIRSH、 H ってとこですか、やっぱほんまにそう合ってる、なんか着てらっしゃった気がしたけど違ったかな、気のせいなのかな、かなかなかな、ちょっとわからんかった。ラジオを投げるのの踊りかっこよかったね、かっこよかったですか、いやんいやん、ありが
がとうございます。早く12時になって DMM 見返した。え、わかる、私もなんかもう不安やけん早く見たいですとりあえず見たい。でもなんかすごいやっぱり、あ、ちょっとダメだったなって思うとこもあるわけよ、どう考えてもね。それを直して、次の声がいつかわかんないけど、次の公演まで直して、よりパワーアップバージョンでお届けしたいと思います。いつかな、もう明日やりたい、明日もやりたい、明後日もやりたい、毎日やりたい。なんか公演でも話したんですけど、久しぶりなんですよ、もう歌を歌う人前っていうか、人前って言っていいのかな、まあ皆さんに見てもらう歌もダンスもマイクを持つのも衣装を着るのも髪の毛とかやってもらうのもステージに立つのも久しぶりなわけ。もうすっごい楽しかった。なんかそういえばなんか私こういうの好きだったわと思って、最高に楽しかったですね。なんかまあ本当になんかアドレナリンっていうのかな、なんかねもう本当に楽しいっていう気持ちが強かった。今までは結構やっぱりこうここをこうしないと、ここをああしないと、あここが私は間違いついからここを気をつけないととかをすごい考えてるタイプなの私って、いつもなんか心配性なのか分かんないけど先回りしてなんかここが心配、ここをこうしないととか、あの曲のここがいつも間違えちゃうからここをこうしようとか、今回はここをああしてみようとか、そういうのをずっと考えながら公演してんだけど、もう今回はそれももうほぼないくらい、もう楽しいっていう気持ちが一番大きくて、なんか自分の中でそれが一番大きな変化かもしれないですね。高秀さんハートありがとうございます。伊藤駒さんバラありがとうございます。でも本当に楽しくて最高でした。やっぱり公演はいいですね。そう本当に最高ですよ。なんかもうずっと公演したいなって思っちゃうくらい楽しかった。幸せです。なんか練習の時にうまくいかなくても本番だとうまくいったりするんですよ不思議やない？なんかずっと練習の時にここ歌えないなって思ってたやつが本番では歌えるようになってたりとか、そういうのを感じるんですよね。奇跡だと思います。でも逆に練習であんなにやって絶対うまくできるって思ったのに本番だけ失敗しちゃうとか、そういうのもあるんよね。それも超悔しいなって思うの。どっちもあります。ピン。でも楽しかったです。私はもうこれ配信を切った瞬間にお風呂に入りまして、そして寝ます。すぐ寝ます。なんかくるみが心配してくれるの、なんか私がなんかいろいろね、なんか容量が悪いからなんか睡眠時間が短いって話をしたの。そうなのでちょっと前もくるみとね2人で隣で移動してた時があったんですけど、その時に私も爆睡したらなんかもう疲れてるんでしょみたいな、なんかもうちゃんと寝るんだよみたいな感じで心配されちゃって、そうだから今日はもうバチ寝たいと思います。最高、寝ることしか考えられない。 I love 睡眠、 I love お布団、 love って感じ、とってもいいものですね睡眠は。大阪のタスさんハートありがとうございます。はるかいさんかっこいいありがとうございます。トールさんもハートありがとうございます。はるかいさんいいねもありがとうございます。今日のみのみとしてのが伝わってきて、お本当ですか、嬉しい、ありがとうございます。はるたの睡眠時間短いけど、はるたんさんに心配されたんじゃなくてくるみに心配されたんだよ。でもはるたんさんもしかしたらショートスリープなのかもしれないね。推しに心配される幸せ、いやほんまだな、ごめんみんなありがとうございます。すいません本当にてれてれ、みんなごめんね、本当にクルミのことが好きなみんなにごめんって感じ。私は睡眠時間を心配されたことがあるっていうマウントを今日から取らせてもらいます。ありがとうございます。すごい優しいんですよクルミは。で
なので私はもう今日は爆睡しようと思ってます。まず絶対寝るって決めました。もう本当に結構強い意志で、あの睡眠に対して熱意を持ってます。今日はアルマも炊きます。もう爆睡の準備満タン、任せて。絶対寝るって決めてたから、もう、絶対寝るって何って感じ。絶対人間は基本的に夜寝るもんなんやけど、それにしたって寝るって決めてたから、もう今日はね、もう容赦しないね。私はなんか何言ってるのか分かんないわ、だんだん自分が。でも気持ちよく寝れる気がしますわ。なんかもう、こう達成感あふれる睡眠は気持ちがいいものですよね。最高だと思います。いやー久しぶりです、本当に。全てが懐かしいな。寝る前に YouTube 見ないように見ない。早起きして配信、何の話をしてるのさっきから。さっきからもしかして違う人の音声が聞こえているのかな。ゾッピさん可愛い、ありがとうございます。あの、私早起きする話もしてないし、配信の話もしてないやん。早く寝るって話。一仕事やりきった後の睡眠が一番ぐっすり眠るんでね。え、それな。でも私大体、お、あの、それか燃え尽き症候群になるかの二択なんですよ。でも、あの、本当に何もしたくなくなって、もう、ふんってこう、すんってなるか、もう、あー気持ちよかったってこう寝るかの、どっちかの。でも今日は完全にもう、あー気持ちいい。はい、寝よう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 。これですね、完全にもう見えてます、未来が見えまくり。あー寝るのが楽しみだわ、本当に楽しかった。あのね、きついんですよ、特に法定速度とかめちゃめちゃきつくて、なんかもうジャンプが多いんですよね、とかもう動きが大きい、一個一個がこうやとか、なんだっけ、じゃーん、あ、法定速度と優越感、いえいえいえよりもうおうおうとか、こうさこちんさこちんさこちんこっち見て、いえいえいえよりもうおうおう、キスしてキスしてキスして勝ちなのに、いえいえいえよりもうおうおうとか、ここもきつい、ここめっちゃきついね。もうジャンプ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 のところでも、そのきついのが気持ちいいんだよね。これはもう楽しいのよ、それが。もうきつって思うのが楽しい。気合で乗り切るだけ。あのね、ノーパラに通ずるものがある。あの、例えるのであればノーパラのコロイシ。でもコロイシは笑えないから、なんかもっとほんと本気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 って感じなんだけど、放った速度はきつーっていうのが楽しいの。なんかみんなもあると思う、なんかもうきついだけど楽しいみたいな。もうサウナ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 、もう公園はサウナ。どういうこと？なんかサウナみたいな感じよ。なんかあの苦しみの先の気持ちをさ求めちゃってるって感じ。気持ちいいですね、いい疲労感ですよ。でも C っていうのであれば、なんか肩凝りました。肩はずっと凝ってるんですけど、 C っていうのであれば肩凝りを治したい。とっても姿勢が悪いんですよ、今もすごく姿勢が悪いと思う。姿勢を治せばきっと肩凝りは治ると思うんですけど、この体勢じゃないと椅子が鳴るから、配信中はこの体勢をちょっと許してほしい。何秒で寝れるん？何秒だろう、今日は多分30秒ぐらいだと思う。日によるんだよね、めっちゃ。やっぱ寝てない日はもう2秒とか。私本当にめっちゃ基本的には1分以内で寝れるんだけど、ちゃんと寝ようと思ってからね、これアラームもセットしてお布団かぶって、はあ寝ようと思って目閉じてから1分以内には完全に記憶がないんだけど、今日は本当に多分結構いいスコアで寝れると思います。ほんまに全然。でもさ、何秒寝たかって覚えてないんだよね。だってもう早くて、もう記憶がないの。もうだって私の記憶は布団入って目閉じた瞬間寝てると思ってるからさ、早すぎるとね、もうめっちゃ分かんないけど、でも今日は30秒から45秒の間にはきっと絶対、あ、きっと絶対よ、そらな、きっと寝れると思います。悪ったやだって何秒で寝れる、逆に。みんな法定速度をしばらく頭から離れんのよ。そうなんよ。え、私ずっと配信でもうめっちゃ歌いそうになってたわけ。もうあんな頭に残る曲歌っちゃいそうになるじゃん、鼻歌とかで。でも絶対バレたくないなと思って、もうみんなには
その1チーム目だから今回で言うとレッドが新しい曲をする瞬間まで瀬戸利はいつもと一緒だって思ってほしかった。だから絶対バレないようにするぞと思って、何にももううんともすんとも、ね、もう頭からこうスッて抜いて、法定速度も欲望ものもサジオ投げるなも、でも欲望ものめっちゃ好き、かっこいいよな。猫キャットさんかっこいい、ありがとうございます。ペラペラペラは4曲目なんてきつくなった。ペラペラペラは4曲目だったっけ。いや4曲目じゃないで、 1,2,3,4,5,6 曲目かな。うん、じゃあ 1,2,3,4,7 曲目です。7曲目ですけど、ペラペラペラが終わるともう終わりだなって思っちゃうから、きつきついとかはないか。だってペラペラペラは意外とそんなめちゃきつーって感じの曲じゃない。もうどちらかというともう解放感、はぁ、あ、スタジオの夜が終わったって感じ。30分くらい寝れない、辛いよな。あのさ、眠りを待つ時間って一番辛くない？何今の時間って思っちゃうな。わかるわかるとか言ったら私しか喋ってないんやけど。そう、でも私基本1分以内で寝れるんだけど、眠れない日って 3,4 時間寝れないのね。ムラがあんのよすごく。で、寝れない日はもうずっとあの私の睡眠の瞬間を待ちながら、え、私今何待ってるんやろって考え始めちゃうの。これが始まったら最後なんだよね。そしたら私のいろんなことに対して考えちゃって寝れないのよずっと。なんかっていうか、そういえば私ってなんで生まれてきたんだろうとか、生まれてきた意味って何なのかな、人間ってなんで生まれるんだろう、うんとか、宇宙ってなんだろう、そもそもビッグバンって何みたいな。そういうのを考え、哲学的思考なのかな。そのいろんなね、もう答えが出ないことをすごく悩んじゃって、そんなことしたらいつもにか朝ですよ、何と思って。自分もムラがあるから寝るときは諦めてスマホ見て寝落ちさえ消しちゃう。わかる、私でもそういうとき絶対スマホ見たら起きちゃうのよ、もう目バチバチになっちゃう。だから目閉じながらずっと、私って何千何億という中の生命体の一つに過ぎないけど、でもそれがある地球も何億という星の中の一つであって、うんぬんかんぬんみたいな。そもそも宇宙ってビッグバンから始まったって言うけど、じゃあビッグバンの目は何だったんだろう、もしかして宇宙の外にも宇宙みたいなものがあるのかな、もしかして誰かの子供の実験とかだったらどうしようってことを考えてやってるわけですよ。あとはあの何でしたっけ、地球、あ、世界5分前仮説だっけ、もし今私が生きてきたと思ってこの18年間、実は5分前に全てできたとしたらどうだろうかみたいな。私は確かに10年前の記憶もあるけど、でもそれが全部5分前に作られた記憶だったら、私って5分前に絶対に生きてたって言えるのかなとか、そういうのことを考えて、あのいつの間にか寝てますね。皆さんおすすめです、頭が痛くなりますよ。楽しいです、すごく。唇に Be My Baby、 ちょっと Be My Baby をさ、みんな BMB って略すだけど、最初何言ってるか分からんのよね、これ何みたいな、何 BMB みたいな、よく見ると Be My Baby ですね。唇に Be My Baby と天文部理解だな、なぜちょっとそれは私にも分からん。うちは有限です、お、そういう考え方のかと思いますね。そう、これはねもう答えは出てないので、まあ皆さんそれぞれ感じですね。そういうことを考えながら、あの眠りの瞬間を待つわけですよ。で寝る、で起きる、でなんかよせまた夜中二病のことを考えてしまったって思って起きます。そういうのをやるか、あとはなんか自分の将来を考えたりします。私って何歳で何して、何歳で何してみたいなことを考えながら寝ます。そしたら意外と人生の出来事って前半に固まってるなって思うんですよ。私はまだ18歳なんですけど今、だから70何歳の自分とかがあんま想像できないわけ、うまく。だから70何歳とかになって私がもしかしたら新しい職業に手を出すかもしれないし、なんか新しい発明をするかもしれないよね。でもそれがさ、まだよく分かってないからさ、私のイメージできる25歳くらいまでの時間がめちゃめちゃキツキツなのね。それでなんか私今もしかしたらこんなところで寝てる場合じゃないかもしれないとか思って筋トレとか始めちゃう。これ私のよくある寝れない日ルーティン。だいたいなんか私って今こんな寝れないとか思いながら布団の上で寝っ転がってるだけでいいのかなって
思って、いやダメだ筋トレをしようとか、ダメだこんなんじゃってなこと思って何かをすることが多いです。多分ネガ中二病なんですよね私って。だからそういうこと考えちゃいます。なんか私って今こんなことしてる場合じゃないんじゃないか、もっとやるべきことがあるはずだっていうの、そう中二病チックのことを考えながら寝るのを待ってるんですけど、でも今日はそんな心配ありません。だってもうすぐですから寝るのは。最近寝つき悪い、寝つき悪い時ってなんかこうルーツなんかあるようなタイミングが、頑張っていい眠りの方法を確立させなきゃいけませんね。私もです。50年後には空飛ぶ車が実装されています。未来人ですかあなたは。わからないですよね未来人なのかな、こんなはっきり言うってこと。いや未来人さんきっと50年以上後から来たんだろうね、未来から。どうも受けますね。預言者さんでしょうか。筋トレしちゃうね。しちゃいますね。音と映像がずれてるから複雑みたいになってる。音と映像がずれてる。おお、みんなずれてるのかな。これはねどっちの問題かによるんですよね。みんな見てる側の問題の時もあるし、配信側の問題の時もあるんですけど、配信側の問題だったらどうしたらいいかわからんな。一回切るかってことなんだよねきっと。どうなんやろ、私の電波かな。それはほんまにごめんな。筋トレしたらまたお風呂に入りたくなりそう。そこまで汗をかかないタイプの筋トレをします。コンメさんハートありがとうございます。だから、ちょっと誰もその話をしませんね。なんでみんな私が質問したら静かなるんやろ不思議です。おもろい。よいしょ。いやーそれにしても本当に痛い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 。早くねあれが見たいところではある、 DMM が見たいところではあるんですけど、でも早く寝たいなとも思うしって感じで結構迷っちまいますね。迷っちまいますね。でも肘にライン送りました。おーって送った何みたいな。そうでも本当に早く寝たいから、 DMM 一回見たらさそれが全部見なきゃいけない、見なきゃいけないっていうルールないけど見たくなっちゃうから。困りますね困りますね。 DMM 早く見たい気持ちと、明日早起きしなきゃの気持ちで揺れてる。分かる。私は DMM 見たい気持ちと早寝したいの気持ちで揺れまくってる。明日は仕事が、今日は仕事頑張ったから早寝て明日早くしてみようかな。健康やないの、めっちゃいいやないの、最高のルーティンですね。それはもういい生活習慣作っちゃおう。一曲だけ見て寝るとか、絶対我慢できひん。一回始まったら最後まで見ちゃう。リアタイしたけどアーカイブ見てから寝るよ。ありがとう、嬉しい。なんかそういえば気づきました、なんか私ブレスレットモケモケがついてたんですよ。モケモケがね追加されてて、モケモケつけてやりました。可愛くて最高。なんか私自分の衣装から本当のこの服、自分の私服に着替えた時にこう気がついたらね手にゴムがついてたわけで、全然気づかなくて、えゴムついてるんだけどと思って、私もしかして公園ゴムつけて出たと思ったのしたけど、あのねついてなかったみたい。よかったと思って
悪だよね、ゴムついてたら。めっちゃ嫌だった。危ない危ないと思って。よかったよ、ゴムついてなくて。本当に今日も皆さん、チームオレンジちゃんがとっても可愛かった。でもね、あんまりレッドさんとは会う機会がなかったんですけど、見てました。私カメレオン女子高生めっちゃ好きなんです。可愛いよね、曲が。あ、なんか変な音が聞こえた。この曲すごい好きだからテンション上がります。あと皆さんもご一緒にも好きだし、永遠より続くよりも好きなんだよね。結構ね、レッドさんはね、好きな曲が多いんですよ。てかなんか多分あの多くの人が多分 AKB48 グループ全曲知ってるって人、本当に多分結構もうこんな感じだと思うんですよ。人数で言ったら多分ほんとこれくらいのレベルだと思うんですよ。全曲もイントロ分かりますみたいな。だからさ、多分知らない曲も多いわけじゃん。私もこの曲は知らなかったなってやつとかあるわけ。それで初めてこのナイロ公演とかで聴いた時に、え、めっちゃいい曲だと思って。そういうことめっちゃあるの。そうだからこの先もね、もしかしたらこのチームも変わるかもしれないよね。変わらないかもしれないけど、もし変わったらそういうとこも注目して、なんだこの曲知らないぞってなったら検索してみてください。まず絶対ハマるよ、マジで。本当にね、いい曲ばっかないよ。なんですけど、法定速度とか欲望ものとかサジオ投げるのとか、でも聞いてハマっちゃった人多いと思うんだよね、これ完全に。だし私はね、結構なんか嬉しいのが、なんかあのすごいオレンジ聞いてからこの曲好きなんだよねみたいなことをなんか言ってくれる人が多いんですよ。メンバーとかにもいるの。なんかなんかあの昔の彼氏のお兄ちゃん、めっちゃなんか初めてオレンジでちゃんと聞いたけど超好きだわとか言う人もいるし、なんかもう、うちらマジインフルエンサーじゃねみたいな感じのことを考えてます。いつもブン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 してます。ヘイヘイヘイって感じ。うんま、本当に公演終わりの炭酸しか勝たん。ありがとうございます、ありがとうございます。本当に半分飲んでますね、もう 500ml。 これ 500ml、 500ml も半分飲んでます。最高に美味しいです、ありがとうございます。大好き、美味しすぎる。本当は氷バキバキに入れて飲みたいんですけど、あのお家にないです。氷がまだできてなかったです。48グループの曲半分も知らないと思う。私も多分ちゃんとこの曲だって分かるのは半分もないと思います。猫キャットさん、うま、ありがとうございます。今日の DMM は若にゃん顔アップが多かった。なんか結構今日はお顔のアップも多かったですよね。なんか難しいですね。でもなんかアップだとさ、なんか私がこう動いたらブレちゃうから、でも動きたいなと思って動いちゃうことが多いですね。楽しみだな。どうしよう、寝れなかったら DMM 見ようかな。でも絶対寝れると思う。マジこの自信だけはめっちゃある。多分今日の私はお布団に入った、あ、また私の自分の朝のグッチをねー、めっちゃ邪魔なとこにあざある、やだ。足首にあざがあります。足自分で踏んだからね。自分で踏んで自分の足にあざができるってすっごいダサくない？欲望のイントロめっちゃかっこよかった、ありがとう。美少女っぽく見えた、うわ嫌味やん嫌味やん、それ性格悪いですね。ビオップ団長さん、 GG ありがとうございます。大阪のターソンさん、流れ星ありがとうございます。そう、自分で自分にあざ作っちゃうのちょっとダサい。なんかこう不良の事故だけど、しかも理由が踏んだからってめっちゃダサくない？なんかあれでみたいな自分の足踏むってどない？でもさ、昨日くるみとさ一緒に歩いてた時に、私がもうずっとなんかもう足が突っかかってて、
なんか私多分最近なんかダメな運が悪いのよ最近絶対。何回も私がみたいな感じになってて、もう本当に運がないんだと思います。どうしてかしら、どこで使っちゃったんだろう私の運。帰ってきてほしいんだけど困ります、行かれたらどうなっちゃうんでしょうか。もう運って大事だと思うんですよ私、すごくね仲良くしたいなと思ってるのに。帰ってきてください、私の運はどこに行ってるんですか。勝手に遊びに行ってますね。ニコラスさんハートありがとうございます。そうめっちゃかわいそう。あざってどうしたら治るんでしょうか。ショック。何も運がないって話ね。もう絶対運ないなと思う。本当に私は運がない気がする。違うの、本当は私運結構強いんですよ。でも今ないの、多分なんかで使っちゃったと思うんだよね。でも記憶にないのよ。あ、こっちもすっごい消毒液の匂い、はあ、消毒液の匂いがします。嫌いじゃない私変な匂い好きなの。消毒液の匂いも嫌いじゃないです全然。ただ消毒液の匂いだなと思う。運ってチャージできるものなのかな。いいことしたらたまるんじゃないですかね、得みたいな感じで。だからあの心優しく素敵な人間になっていればそのうち運もついてくるんじゃないかなと信じようと思います。で、まあ心がけていきたいですね。でも皆さんも悪いことはするもんじゃありませんよ。家出中ですか。そういうことだと思います。多分なんか、まあ、運を気に障るようなことしたんでしょうね私が。ごめんねってちゃんと仲直りさせてもらって。リマップ団長さんだるまありがとうございます。もうやだわ、なんかもう本当に意外と足首のあざってすごい頭ぶつかるようなところに。え、痛そう。毛細血管感じる。あ、すごい血管見える。あのみんなさ、自分のさ足のさ血管見える？めっちゃ血管見えるんだけど。すごーい、木みたい。生きてる。すごーいんだけど、やばくね？なんかおもろ。おもろい。私背とかも分かる人なの。結構血管見えやすいタイプで、なんか時々自分の血管を見ながらなんかおもろいなと思ってます。だってなんかすごくないですか、こんな細っこい管をさ血が巡っていると思うとすごいですね。あざは頑張った勲章だよ。そう思うことにしましょうかね。見えるけどそんなに姿は感じれない。なんかすごくない、おもろいじゃん。細みたいな毛細血管に関して本当に細い、鉛筆の線くらいしかない。本当に細くておもろい人間って感じ。それな、痛いの飛んでき飛んでった。なんかこの間写真撮ってもらったのいっぱい、まあ、これはねまだあの見せられるものじゃないから、いつか見せられるようになったら見せようかなって。見せられる日が来たらの話ですけどね、見せられる日が来たら見せようと思ってるんですけど、その写真を最近見返すのがまあ割かし趣味というか。見せられる日は来るんですかね、どうなんでしょうか。皆さんもいつかそんな日が来ることを楽しみにしててください。楽しかったな。結構私はあの思い出に浸っちゃうタイプですね。なんかさ、人に知らないうちに撮ってもらった写真、自分の不意の表情とかが写ってる写真ってなんかすごいおもろくないですか。私ってこんな顔してるんやとか思うから楽しい。
楽しそう、ね、やっぱ友達とかといるときは顔が明るいですよね。やっぱ人間誰しも好きな人といるとこんな素敵そうな笑顔になるんですね。いつもの何倍もすごい輝いて見えますもんね。高秀さんハートありがとうございます。撮影可能のライブがあってほしいな。あるかね。今まででもあったよね、動画とか撮る機会あったけど、あるかしら。私さくらさんの卒業コンサート写真も写真が OK だったのかありますかね。まああったらぜひ皆さん挑戦してみてください。よろしくお願いします。でもあれ嬉しかったな、写真撮ってもらったのライブの。あんまないですからね。盗撮しようとしてるの着てたとき変顔しちゃう、わかるー。わざと半目とかしちゃうんだけどそう、なんでそんな撮るんみたいな感じで。でもいいんですよね、すごい楽しそうです。みんながみんなかわいい、みんな日本一かわいいね。嘘のかな、こんなかわいい子たちしかいない世界どうなのかしら。クルタンが撮った写真は素晴らしいだろうね。クルタンもすごいけどみんなもすごいよ。もう素晴らしいです。みんなかわいい。みんなかわいいですね、ほんまに。こんなかわいい女の子しかいない世界で生きてて私大丈夫なのかなって、もう自分がちょっと不安になる。大丈夫かなって。私なんかやっぱ私運そこで全部使い果たしてるのかもしれない。なんかいつかバチが当たるんじゃないかと思ってヒヤヒヤしてますよ。君にはもったいないねとか言って、バチが当たったらどうしようと思いますねそうならないようにね、私も素敵な女性になってレディーになってふさわしくいようと思います。頑張るぞー。あチームオレンジで今までより急に長くの先輩とかいる？え、全員そうですね。ハルトンさんもミルンさんもユーナさんもネネさんもハリさんも昔は本当に全然なんかあ、お疲れ様ですって感じだったけど、もう結構なんかお疲れ様ですお疲れ様ですってそれはちょっと思ったかな。だし全然もう仲良くお話しできるようになりました。やっぱ一緒にいるからですかね、普通に。うふふふふ、ほんまにほんまに結構皆さん仲良くなりましたね。すごい最初は絶対仲良くなれないと思ったんです。私はなんかなんだろう、先輩となんかあんま仲良くするのがすごい、仲良くしていいのかなみたいな、大丈夫私なんかがって思うタイプだったから、なんかすごい先輩とこう少人数で公演するの大丈夫かなって思ってたんだけど、でも全然ね、なんか先輩方もすごいなんか優しかったし、全然遠慮しすぎることなくちょうどいい感じを今私は目指してるんですけど、それが結構実現、なんか髪の毛落ちてきたんだけど、ちょっと待って実現できてるんじゃないかなって思ってます。え、髪の毛落ちてきたけどどこに落ちてきたんか分からん。え、髪の毛どこ？あ、いてたいたいた、これ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 。あ、はいはい。HK ってや可愛い娘ばかり。可愛い娘あ、もう町娘とかに対して使うタイプの娘だね。可愛い子ばかりとか可愛い女の子、あ、これで可愛い子って呼ぶのかな。可愛い女の子ばかりよくなるわけ。可愛い娘ばかり。なんかちょっとおもろい。何がおもろいか自分でもわからんけどちょっとおもろい。そう。でも今日もなんか私の顔にまつげついてくるみに撮ってもらいました。なんか私多いんですよね。顔にまつげとか髪の毛つくこと。あら。
らららららあらららら、ら1時間経っていらないの、経ってなかった、ちょっと盛りました、経つじゃないの、そろそろ、そうそう、じゃあもうちょっと私の睡眠に当てようかな。当てちゃおっかな。当てちゃおっかな。もったいマスクとか使ってゆっくりするね。絶対使う。でももったいないなと思っちゃう。あれ結構長い時間さ、私の目を休ませてくれるからさ。で気持ちいいわけよ、めちゃめちゃ。だからさ、できればその時間をね、意識を保ってただけ、あー気持ちいい、目あったかいですってこう感じたたいの。でも私さ、多分だけどつけてすぐ寝ちゃうからさ、多分温まる前に寝ちゃうんだよね。だから体は多分休まってると思う。でも心が休まってないの、それじゃ。いや休まってるんだけど、心がホットアイマスクを使ったっていう認識は多分できないと思うの。体は認識してるよ。だから私の目のね、このこりみたいなのほぐされ、そして明日の朝私コンタクトをつけるときに涙が出ないで済むと思うんだけど、でもなんかこう、あのね、温めてもらいました、あーもうすっきりしたってこう取るやつが気持ちいいから、私結構仮眠の時に使うやつですね。もうほんと1時間とか30分とか寝るときにこのアイマスクして、もうあったかい、幸せって思いながらこうスッて寝て、スッて起きる、おすすめです。ですごいのがあるんですよ、これ。仮眠用で最後になんかちょっと目がシャキッてするやつがあるの。これがもう本当にいい、これも本当に良くて、それは多分本当に結構お忙しいサラリーマンさんとかそういう人向けなんだよね、きっと。なんか絵がそんな感じだから。でも私もバリ使ってます。もう本当にあのちょっと1時間だけ寝ますっていう時にそれをこうつけるの。でも普通のやつはもうやっぱり寝るよ、寝るっていうかこうリラックス、ザリラックス用だからこうふわって終わるじゃん。でもそれはもうふわスッってなる感じで終わるわけで、私もスッてスキスキ起きる、あい仕事するぞーみたいな感じになるから、でも全部めっちゃおすすめ。ここだけの話ね、ここだけの話だけど、それ本当におすすめ。私はもう結構本当に恥ずかしい話なんだけど、ね、我が家全員ホットアイマスク大好きなの。だから箱買いしてるんだけどもうドン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 みたいな感じであるんだけど、それはね本当にすごい愛用させてもらってる。なんかさ、多分皆さんって結構こうパソコンパチパチとかするお仕事多いと思うんですよ。でパソコンじゃないにしろ多分結構目使うことあるじゃないですか。やっぱね、目のね、凝りみたいな、なんか目の疲れ取った方がいいよね。本当にね、寝る時間なくても10分だけでも目閉じてた方が絶対目休まるから、なんかね、空き時間だったら、まあ、例えば、ショールームを見るのもショールームをこう聞くだけにするとか、それで、ね、一旦目はちょっと休めるのを私おすすめしておきます。割と本当に10分寝なくても目閉じてるだけで休まるから。なんか、目が疲れた時は、とりあえず目を閉じてみましょう。でも寝ないようにね、寝ると10分じゃ基本人間は起きれないから、もう10分寝たらもう50分寝ちゃうから、その日目を閉じて目を休めてあげてください。私はもう今日しっかりちゃんと寝たんですよ。だから全然もうなんか目のピク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 みたいな、あー目がちょっと疲れちゃってるかなみたいなやつもなくなりました。めっちゃ元気になりました、私の目。最高です、ありがとうございます。やっぱね、結局は寝るのがめっちゃ大事ってところは全然あると思います。そう、なんかもう寝て全てがやっぱ解決する、まあ最強のもう元気の源かなって感じがしますね。休憩時間ご飯買いに行って食べてたら1時間終わっちゃう。やっぱ1時間って意外とめっちゃ早くない？だってさ、本当にさ、わかる。私も1時間だけ例えば何かしてて1時間後に家出るって時、1時間もうすっごい、もう何もできないやみたいな、ご飯食べて歯磨いて荷物詰めて服入れ替えたら1時間だなみたいな。これ1時間って短いよな、1時間半にしてほしくない？したらさ、結構有意義に使えるものもあると思うんだよ。この1時間って長いように見えてめっちゃ短いよな。でも私1時間は本当に眠い日は私普通に全然ご飯食べないで寝ることを選択しちゃう。
それくらい私寝るの好きやねんな。全然あるよ。眠いとお腹が減ったが両方とも来たら結構寝るのを優先する。夜は違う。でも夜はどうしてもご飯食べちゃうんだけど、昼寝するか寝るかだったら寝ることを選ぶことが多いですそうだから結構ね。でもギャンブルだよね。1時間でちゃんと起きれてて家を出れるかっていうのは本当に何とも言えないグレーゾーンであります。公園楽しかった。超楽しかった。どうだった？なんか私はすごい楽しかったけど、なんか本当にみんながちゃんと楽しんでくれたか心配だよ。バカなんでニックネームこれいつ作ったの？私が HKT になった時。でもそういう覚えたのは昔からだけどね。結構昔から私のあだ名は結構少なくて、まあ、基本わかな、わかな、わかにゃ、わかにゃ、にゃにゃやばくない？あと他はもう名前が入ってないやつがいて多いですかね。多いですよ。いっぱいいろんなね、あの人でした。私は名前が入ってんのそれくらい。なんか爪汚れてんだけど、なんかさ爪に、私の爪ってすごいなんか繊維入る。すぐ取れた。みんな楽しんでくれてよかった。頑張った甲斐がありました。皆さんが喜んでくれるのであればそれが私の幸せです。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、とってもとっても楽しいから、またすぐ公演したいもんね。もうすでにめっちゃ公演したいもんね。ふん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 。公園公園ラビュー。最近はもっぱら靴を見ちゃいますね。本当に可愛い靴って多いんだよな世界に。でも通販で靴買うと失敗しがちだから、どうしようかなって思っていつも悩んでやめてます結構。でもやっぱ買おうかな。だって可愛いんだもん。いやー超可愛いわ。やっぱ秋服って最強だな。長袖とっても可愛い。もう久しぶりに見た長袖とかめっちゃ可愛い。本当に私の服見てる時、基本こんなリアクションについてしないんですけど、でもいつもずっと超可愛い、思いながら見てます。公園が一番好き。わかる。私も公園大好き。なんか公園が好きでアイドルになりたいなって思ったから、もう公園してる時もほんと楽しい。幸せ。めっちゃ目かゆい。そんなことよりも、待って、めっちゃかゆい。ちょっと待って、絶対見ると怖いから。ああ、痛い、がい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 。え、目めっちゃかゆい。え、ホラー映画みたいじゃない？この片目だけ見えてると。でもね、もう片方の目、多分怖い人が、見えない人もいるか隠させてもらうけど、かゆい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 。あ、うん、何だったんだ？めっちゃかゆいけど、全然。なったらポチッと。え、そんなことしたら私の家中段ボールになっちゃうよ。家が段ボールになっちゃう。逆に段ボールに追いつくされちゃう家が。それくらい迷ってます。そう、まあ、全てのものが無限じゃないですかね。カナピー、これが現実なんだよ。考えながら、私は全部一旦スクショする派です。一旦スクショして、次の日もう一回考えて相談してどうかなって言って買うタイプですかね。結構そういうことをして結構絞りに絞ってます。そうじゃないとダメですね。私基本的にもう
1日の徘徊で100着くらい欲しい服増えちゃうので、服ってなんで無限に欲しくなっちゃうんだろう、この世の真理だな。服がそんなに好きじゃない人生になってみたかった。私結構いつからかな、こう中学生くらいからすごい服が好きになって、服とかコスメとかが、それからがねもうダメでしたね。もうそれから服が嫌いになる瞬間なんか1秒もなかったです。悲しいですね。嬉しいけど悲しい、こんなにも悩ましいと思うなんだ。でやっぱ HKT 入ってからもっとすごいその好きになっちゃって、もう本当に何するにしても服が一番みたいなとこあります。いつか部屋中服で溢れちゃうんじゃないかと思っちゃう。本当にそうだし、それは絶対幸せだと私は思うタイプ。私は一人暮らしの部屋を探すのが好きなんです。一人暮らし用の、いつか一人暮らしするときにこういうお部屋に住みたいなみたいなのを調べるのが好きなんですけど、ママに言ったの、私は 2LDK がいいの一人で。だいたいさ、人間って一人の人間に一部屋っていう考え方が多分ベターなのかなと思うんですよ。私はそう生きてたんですけど今まで。私は一人で 2LDK 使いたいと。でママに 2LDK 一人でと言われて、そう、じゃあ一部屋は寝室、一部屋何ですか、私一部屋を全部クローゼットにしたいって言ったらバカなのって言われてすぐ却下されました。無理だと思うって言われて、そっかっつって今も探してますずっと探してる。ほんと楽しいの。私ね、なんかね、それで昔はなんか普通にその自分の野望のためのために物件を探してたわけだけど、今はもう趣味ですねそう、今はもう趣味で探してるって感じです。もうとりあえず今はいいやと思って、今はこのままでいいかなって思ったから、もっと大人になってとりあえず20歳超えてからですからね、一人暮らしをするにしても、それまではとりあえず今のままこの状態でいいかなと思ったから、そんなに急いで探してないけど、でも絶対幸せだと思う。一部屋あれとか、何、いや衣装部屋とか超幸せ絶対。だからママにね、私は一部屋をクローゼットにしたくて、一番鏡のあの大きい鏡を置きたい、全身鏡で、普通の全身鏡とかじゃなくて、もう本当横幅も大きい感じの全身鏡が欲しくて、帽子とかバッグとかも奥棚が欲しいって言ったら、無理だよ意味がない、そんなあなたはもう物をねただでさえしまうのが苦手なんだから、そんなものを作らない、ちゃんと場所を決めておかないと片付けができないよって言われて、とりあえず私がもう独り立ちをするときに見てくださいって、私はこんなにも独り立ちできる準備ができてますって、もう片付けもできます、料理もできます、掃除もできます、洗濯もできますって、だから私はさらばするぜっていうのをこう言うために頑張ってるわけですね私は今。そうなんですよ、全てをそれのためでも私ホームシックなんですよ結構。だからもうホームシックって、家新しい家に住んだ時にホームシックになるのかって話なんですけど、でも実際私が福岡に引っ越してきた時はなんかまあ家族全員で引っ越してきたわけじゃないんですけど、だからすごいホームシックだなってなったし、そのね誰にも会わなくなったらめっちゃ普通にホームシックになるんじゃないと思うんですけど、でもさ、もうそれはね年齢が若かったからだと思うんですよ。例えばじゃあ25歳とかで一人暮らしをするとした時に、25歳にもなったらさすがにホームシックなんかならないと思うから、それを信じようと思います。ごめんなさい、それを信じて、まずはクッキーリベンジですね。まずクッキーを焼く。ホームシックは辛いよ。悲しいよな。やっぱなるんかな。悲しい。誰かメンバーと住むなら誰？メンバーとは住みたくない。やだ。だって絶対うるさいもん。でもまあ日常になってうるさくないかもしれないけど。私割とね非人間とくっついていたいタイプの人間だけど、でも同時に一人になる瞬間も欲しいタイプなんだよね。だからあと私多分人と住めないと思う。家族としか住めん。だからシェアハウスとかは無理だと思う。でも楽しそうだなと思うけどね。無理だと思うな。
からメンバーとはすみません。でも隣の部屋とかだったらいいけど、例えばマンションのお隣さんとかアパートのお隣さん、あと一軒家のお隣さんとか、そういうのは全然いける。ホームシークなった時何食べても美味しくなかった、それはつらい。私はだって全然まだあのおふくろの味食べまくってるから、おふくろの味で育ってきてるからね、まだ全然大丈夫。そっか、確かになんか違うよな、自分で作っても同じ味にならなくない？だってさ適当なんやもん、みんな調味料。前にさ私お味噌汁が作れる、なんかすごいお味噌汁が上手に作れないたいなと思って一時期すごいハマってたの。お味噌汁のね作り方を聞いたの、そしたらすごい適当だったわけよ。で、あこうやってあの鰹節をこうやってスススススってやって、あのさらに昆布やっといてみたいな、なんか言われて、えみたいな、え何グラムとかじゃないのよ、もうあのお味噌のこうピョッピョッピョッくらいみたいな感じで、え何グラムとかじゃないんだ、でだから15くらいじゃないみたいな感じでこう言われた通りにやってもなんか味違う、なんでだろうね、魔法かなみたいな。なんで全国の主婦の皆さんは適当なんでしょうか。でも毎日何個も何個も料理作ってたらそれ適当になっちゃうか。私はそんな月に1回とかのレベルだからちゃんと測るのかもな。ダサ。そう、でもなんか私は自炊ができる人になりたいんですよ。なんか自分で料理作ってみたいな、作り置きして、私作り置きにめっちゃ憧れてて、私の好きな料理の人とか結構作り置きするのね。だからすごい作り置きいいなと思ってるの。だから私作り置きに対する憧れ誰にも負けないくらいのもう自信があるくらいすごい作り置きしたいんだけど、なんか難しそう、一気に2個とか作るの私絶対できないと思うもん。悲しいんだが、なんか煮物作りながら野菜炒め作りますとかできひん、絶対そういう。あとそんなことしちゃいながらお皿も洗っちゃいますとか、なんか包丁洗っちゃいますとか絶対できひんで、お鍋洗っときますみたいな、本当にすごいと思って、そういうの見ながらいつもなんかおお私もできるかなみたいなこと思うんですけど、よく考えてみたらできないだろうなって思って、いつも割とすぐ諦めてます。無理かって、無理かなって、ね、みんなできますか、すごいあの同時進行で何個も物作るやつ、あれができる人って本当に羨ましいって。思います、本当に。同時進行で効率よく作るね、焼肉屋さんのバイトできたられた。私もじゃあ今から焼肉屋さんでバイト